こんにちは、ヨッシーです。今日はですね、久しぶりのロケということで、今日は、新規オープンした、ここの場所に新規オープンしましたアイバリーさんに取材行かしてもらおうと思います。こんにちは。こんにちは。たくみさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイバリーのオーナーのたくみさんです。よろしくお願いします。たくみさんはもともとね、はい、以前動画にも実は出ていただいたことが。そうですね、2年ぐらい前ですかね。ああ、そんな経ちますね。そんな経ちますね。早いっすね。早いですね。それで独立されて、新大田駅に、新規オープンされ、いつでしたっけ、12月17日に、去年の12月17なんで、本当にまだ2ヶ月くらい。そうですね、ちょうど2ヶ月ぐらい。そうですよね。うん、っていう、本当に新しいお店でございます。オープン初日に、初日狙って来ましたんで、何も言わずに来ました。花を持って、はい、ありがとうございます。よろしく。たくみさんはもともと、MOD さん、渋谷の MOD さんで、勤務されていまして、でその時に、動画に出ていただいた経緯がございます。そうですね、あの時はありがとうございました。とんでもないです。もうあれからね、はい、結構な月日が経ち、はい、早いもので、はい、MOD は、円満になくなり円満になくなりそうですね、はい、じゃあちょっと入り口の方からこんな感じで、今ちょうど春物に切り替わるくらいですかね。半分ぐらいに今冬物と春物で出してる感じですね。一番面白いかもしれないですよね。そうですね、どっちも見れるっていう、一番とか言ったらあれですけど、でも最近あったかい日と寒い日がね、連続してこう交互に来る感じなので、ね、そうですよね。ちょっと気温の情緒不安定さが出てるみたいな、うん、そうなんです。だからお客様の求めるレンジに合わせて店内変えていくって感じですかね、はい、なるほど、はい、ちょっと早速見させてもらってよろしいでしょうか。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ見させていただきます。お願いします。お願いします。白シャツにダウンっていう提案がいいですね。そうですね、しかもカフスボタンという。本当だ、これ羊ですか。なんか初めユニコーンみたいに見えたんですけど、あの詳細は不明で、どういうものなんだろうなと思ってるんですけど、はい、ビルボーストっていうのですか。これがそうです、ビルボーストって読みます。はい、ドレスシャツみたいな作りですよね。そうですね、おそらく80年代ぐらいのドレスシャツですね。かっこいい、カオスはユニコーン、はい、あ、出た、これフィッシャーマンニットを染めたやつですよね。はい、そうです、もともとはベージュの色なんですけども、 それを、はい、染めたものです。ってことは結構縮んでこのサイズってことですよね。そういうことなんです。そうですよね。なので着丈の長さの割には身幅はタイトめになってまして。そうですよね、はい、ちゃんと止まってるのがなんか面白いですよね。そうですよね、もともとは真っ白だったと思うんですけど、はい、樹脂ファスナーだから染まってるところと染まってないところがあって、はい、それがなかなか40代50代ぐらいの方もよくいらっしゃるので、はい、そういった方とかにも喜ばれるようなものをなるべく取り扱いたいなと思っていまして、はい、ミクロミクロミクロって書いてあります。そうです、ミクロミクロミクロって書いてあってネットで調べても何一つ情報が出てこなかったんで僕は諦めたんですけど、なんかあれですよね、単語3回ぐらい繰り返されるとちょっと怖い。そうですね猟奇的な何かを感じますよね。感じますよ、はい、それ内ポケットに携帯電話のマークのポケットがついてて、そのミクロミクロミクロは、ミクロミクロミクロ、はい、もうそういうの大好物なんで、はい、ガラケーのマークがついてます。いや、いいっすね、はい、もうそのマークだけでなんとなく年代がね。そうですね、90年代から2000年代前後なんだろう。 Y2K ですね。そうですね。あ、これだ、こちらですね。いい、はい、しかも結構刺繍でちゃんとしてますね。はい、無駄に凝ってるんです、そのあたりも。プリントじゃないんだ。へー、
こっからやっぱガラケーはやっぱ出していきたいですよ。ガラケーお持ちの方はぜひって感じ、ね、お持ちの方ここになんか不思議にシェープが入ってたり凝ってますよね。はい、絶対めんどくさいのに、うん、なぜそんなカーブを描いたのかっていう。これ面白い。ボタンのオリジナルっぽいですね。カジュアル。はい、この感じがパンクな人はパンクって書いた T シャツを着ないみたいな感じで、多分そうです、ね、カジュアルな人はカジュアルって書いて、めちゃくちゃカメラ揺れちゃいますね、これからロックとかって、ね、ロックな人は着ないです、着ないですね。変形の袖っていうか、はい、面白いですね、袖の付け方が。なんかボタンの可愛さとちぐはぐな感じがいいなって思って。確かにそうですね、はい、この感じだとフロントはなんかもっとなんかメタルボタンというか質実剛健な感じのボタンを使いそうなものなんですけど、ここは温かみがあるので、はい、肩は本当不思議でラグランスリーブで切ってあって、でここがなんて言ったらいいんですかね、このディテールなかなか見ないですね。そうですね、でもやっぱり軍やっぱりリアルミリタリーとかでありそうなテイストではあるんですけれど、そうですね、まあ、生地厚的にはもう春でも冬でも、まあ、冬だったら下になんか中だけ着ちゃえばぐらいの感じはしますよね。はい、こっちはなんかモールスキンっぽい、そうです、面白い素材のっぽい感じですね。それでフィリップリムが急に急にフィリップリムが急だフィリップリム、はい、いやいいな、なんかこういうのいいっすよね、なんかこう不思議な古着とデザイナーズみたいな、はい、混ぜこぜでちょっと出しちゃってますね。混ぜこぜいいっすよね、言っちゃえばだからデザイナーズがあっても、はい、なんか負けないような古着があるってことですよね。そうですね、メールがあったり作者不明の名作みたいな、そういうものばっかりなんですよね、うちのお店は、うん、これもなかなか、そうなんです。そしてタグに前の持ち主のイニシャルみたいなものが入ってるんですけど、 AGS さん、そうですね、アガサクリスティーちょっと出てくるアガサって言うともうクリスティーか、あもうそのそれをもじったアガサ博士しかちょっと僕出てこないんです。あ、出ました。じゃあゴリゴリ日本ですね。これかっこいいですね。はい、これはなんかブリティッシュミスト、はい、イギリスの霧。直訳するとなんかあのコードネームみたいな、そうですね、殺し屋みたいな、そうですね、でも本当にちょっと殺し屋感がありますよね。はい、なんとなくこう昔のゴルチエがギリギリやりそうな感じの、はい、ちょっとゴスな雰囲気と、なんかあとブラックのボディにブラウンのボタンっていうのがなんとなくギャルソン味がある。あ、そうなんですよ、見えますよね、これかっこいいですね。はい、ベルト止めのディティールとかも不思議なので。確かにここのハーネスみたいなディテールですよね。はい、ハーネスみたいなディテールで、でも意外とそれをちゃんと利用してるっていう。そうなんですよ、これが面白いですね。ブリティッシュミストはやっぱメイドインイングランド、そう信じたいですよね。そうですよね、はい、マレーシア。すいません、お店のこと笑ってるわけですけど、この名前だったらみたいなありますよね。振りがしっかりしてましたよね。ロンドンフォグみたいなもんですよ、ね、そうですね、ロンドンに憧れたアメリカのブランド。ロンドンじゃないっていう、光沢のある、なんだろう、まあ熱帯の昆虫のような。そうですね、そうですね、本当にちょっと昆虫感がある、ロングコート、はい、ただあのジョーンズニューヨークってレディースブランドなんですよ。あ、そうだったんですか、はい、知らなかったです。なんですけどこの丈感で右前なんで、おそらく僕やヨッシーさんが来てもあの、うん、くるぶしぐらいまである丈ですね。かなりでかいです、ね、はい、ライナーが上ジップみたいな感じで、あ、ライナーが取り外しできる感じですね。そうですよね、はい、結構なんか凝ってるのはそのジップをちゃんとこういう見返しっていうかつけてあって、なんかそれが目立たないようになってるんですね。そうなんです、すごい結構丁寧に丁寧に作られてます、作られてる、そのこのジョンズニューヨークとかが
ちょこう言っちゃなんですけど、やらなそうな丁寧さをこう感じる。そうなんですよ。なんかもっとラフで、ね、あのいい意味で、うん、あの気楽に着れる、うん。買いやすい値段で気楽に着れるっていう。そうなんす。雰囲気からは全然。これも面白いな。はい、二重構造になっている。そうですね。はい。ここがこう二重になってる、ちょっと。でもこういうやっぱ。なんだろう、出所不明の面白い服っていいっすね。そうなんですよね、こういうのにワクワクしてしまって出所不明や用途不明のポケットを。だいたいこういうのってこうウィメンズですよね。そうですね、こういう作りっていうか、はい。また急に出てくる一世三宅なんですけど、一世三宅麺ですね。はい、麺が今なくなっちゃいましたよね。そうなんですよね、あの撤退してしまったら。なかなか結構の独特な生地感ですよね。この光沢が若干ありつつ、ちょっとくしゃっとしたような加工の。そうなんですよ、ね、これは生地がもともとこういうブロック状になってるんでしょうね。おそらくちょっとリップストップのなんかでかいバージョン、でかいバージョンみたいな。この色はちょっと珍しいなと思いまして、一世の中でも。そうですね、このオリーブというか、はい、うん、これ生地感面白いですね。こりゃこりゃあれじゃないですか。これはあれですけど、はい、はい、あのまあホースハイドの、そうですね、はい、何度も作れないやつですよね。そうですね、うん、まあうちの中での今の春先の目玉として、まあ、そうですね、はい、彼ミリタリーのこちらがガスプロクテビ、あ、プロクテビすごい言えない。ガスコートです。ガスコート、プロペプロスペクティブじゃない、プロテクティブ。ガスプロテクティブコート、はい、これかっこいいですね。もともとそれはあの生地と生地の間に活性炭が入ってたんですよ。要は毒ガス戦の時に使用されていたリアルミリタリーでして、その活性炭で毒ガスを中和することを目的としていたっていう、はい、まあそんなもんでは中和できないと思う。なので弾数が少ないんですよ。これじゃダメだってことになって、はい、リアルミリタリーあるあるで、あの機能性の低いものほど貴重っていう、はい、であのこれじゃダメだって分かるってことは、それで何人も命を落とすダメだって分かるってことは、そういうことですよ、ね、尊いあれと尊い、そうですね、はい、やっぱあの技術と科学は犠牲の上に成り立ってるっていう。そうですね、我々が今安心してフグを食べられるのもそうですね、何人もあの丸い魚をさばいたからこれはサビニューヨークという日本人のデザイナーの。そうなんですか。いわゆる B ボーイブランドですね。あ、 B ボーイブランドなんですか。 B ボーイなんでしょう、あのがあのブランドのブームがの最後のなんでしょう、あ、結構ね、世代ですね、はい、この身頃の横の部分がここでパターン取ってあるんですよね、はい、ここでパターン取ってあって、それがこう下がるっていう感じで、なんかなんだろうな、使用生地の割にっつったらですけど、パターンが凝ってるこういうこのね、このビニール感いいですよね、はい、この可愛いんですよね、こういう服って。色使いがすごい大胆で、今だと絶対にやらない色使いですもんね。そうですよね、はい、この色使いでさらにここのドローコードがもうレインボーみたいなで、金刺繍ですよね。そうなんです、これでもかっていうぐらい刺繍してます。うん、なんかなんすかねこれこれかわいいんですよ。これいいですね、はい、このご存知プロフェッショナルこのねダサさがたまんなくていいっすねでまたこの、 あの金属パーツを無駄に作ってる感じが、はいはい、これ凝ってる、無駄に凝ってるなっていう、ね、皆さん知ってるでしょ、プロフェッショナルですよっていう感じの、うん、誰も知らない、俺はプロフェッショナルだぞっていう何の、でもこれ汎用性が高いですよね、はい、何かのっていうことなんで、そうですそうです、例えばなんだろうな、サッカーとも
なんだろう、バレエとも書いてないから、はい、その競技も不明ですし、そうなんですよ。あとはその体を動かすものじゃない、そのエンジニアみたいな風にも捉えられますし、幅広い言葉ですよね。そうですよね、プロフェッショナル。やっぱこう自分の技術を発揮したい時にはこれを着るっていう真っ赤にいいっす、結構潔いっすよね。そうなんですよ、後ろのパターンも、なんだろう、ラグランでもなくセットインで同じ色をバンバンとで一本のラインをこうスッと入れるし、先ほどのサビとは真逆のアプローチですよね。真逆のアプローチですよね、もう色をこれでもかしてこう使ってとかじゃなくて、アキラみたいな。そうですね、色使いもいいですね、これ。プリントではなく刺繍でやってしまうところがいいなと思って。はいはいはい、本当だ。ワッペンっていうより、はい、まあでもワッペンではあるのかもしれないけど、これ刺繍だったりね、面白いですね。一つ一つの、バーシージャケットみたいな感じなんですか、ね。そうなんです。ただ着丈はすごく短くて、そうですね、身幅がたっぷりという感じ、うん。逆に今っぽいかもしれないですね。はい。急な。ええ、あの急な急なスーツ生地の、もうあのここまで急なことが続くと急じゃないかもしれないですね、ええ、結構モードな作りですね、はい、これは日本のブランドで、あ、そうなんですか、ニーツという、あ、ニーツ、あ、ご存知ですか。はい、知ってます、はい、ニーツの初期の方のものだと思います。なんか結構イメージ違いますね。そうなんです、今とはかなりイメージが違って、違います。これはいいなと思って、かっこいいですね、はい。ここは私の割と趣味のエリアというか、どうしても僕が B ボーイだったので、 B ボーイだったんですか。僕二十歳前後の時ゴリゴリの B ボーイでしたそうなんだ、はい、なので B ボーイのエッセンスだけはお店に少し残したくて。ライブメカニックス、はい、ライブメカニックスと言います。これブランド名、ブランド名です。僕この辺が全然詳しくないんですけど、どういう、これアメリカのライブメカニクスっていうブランドなんですけど、結構短期間しか存在しなかったんですけど、ヒップホップアーティストがよく PV とかで使われていて、それで日本に、下北沢を中心にかなり 一瞬爆発的な人気を、あ、そうなんですか、はい、下北沢のソウルスタイルさんとかの辺で使ってましたね。結構凝ってますよね。そうですね、ニーダーツがあって、ペペですか。ペペジーンズと言います。ペペジーンズ、はい、これもヒップホップ、ヒップホップブランドというか、ですね、ロンドン、ペペジーンズロンドンという名前なんですけれども、じゃあやっぱメイドイン UK ですよね確かアジアだったと思います、これも。いやいやいや、はい、でもやっぱロンドンってね、綺麗、ね、に振りを作りますね当然ね、メイドインチャイナです王道、王道、王道、まあ、この時期はでも、はいはい、中国が世界の工場と呼ばれてた、そうですね、時代でしょうか、ね、まあ、かなり世の中の世界の服の大部分を中国が作ってたっていうような時代だと思います、ね、ただこのペペジーンズの面白いところが、はい、あのこれは アメリカ企画というか、はい、アメリカの方で企画されたもので、はい、あの本家の、まあ、ロンドンの方は、はい、ちゃんともっと全然違うオーバーサイズでもなく、普通にカジュアルでカジュアルとトラッドの間ぐらいのブランドなんですよね。だから丸いとかに置いてましたね。え、これ、いや、これは置いてなくて、そのなんか正しい方、正規ラインみたいな。あ、なるほど。おそらく2000年代にヒップホップの B ボーイファッションが爆発的な人気になって、はいはい、それで、はい、その波に乗って作られたものだと思います、はい。結構凝ってますよね、はい、この肩のラインがスプリットラグランになってるんですよ、はい、ここがセットインで切ってあって、でしかもスプリットラグランだとこことここをつなぐんですけど、この裏地スレキに使ってる生地をこの辺から挟み込んでて、でこう袖の先まで縫ってるんですよね。結構デザイナーズっぽい作りを。そうなんです。で半分だけリブで半分だけデニム生地とも、あのボディのとも生地っていう、かなり凝った作りしてますね、はい、でこの刺繍がすごい太い糸なんですよね。へえ、なんか贅沢。そうなんです、あのやっぱりバブリーな、いや、めちゃくちゃバブリーですよね。UK って書いてあるメイドインチャイナメイドインチャイナUK って書いてありますけど、
まあ、いわゆるヒップホップドリンクス。これも刺繍ですもんね。はい、そうなんですよ。こんな生地が連なるところに。凝ってるなぁ。のパンツですね。一応セットアップでは正式にはおそらくないんですけど、まあ、あの、合うだろうなと。そうですね。はい、モチーフが合いますもんね。そうなんです。あ、上下3平方度。はい。これは UK ですね。そうですね、さすがに UK です。上級すぎて平方度かっこいいですよね。かっこいいんですよ。昔になればなるほどかっこいいぐらいのブランドだと僕は思ってて、やっぱりなかなか見つからないので。そうですよね、はい、平方度だからエビの感じとかすごい変わってますもんね、はい、大ぶりでやっぱ大胆な、こういう大ぶりでダブルっていうのが本人のなんかこう、ああいうデザイナーの人がやりそうな、かっこいいですね。はい、これはこれもタグは切られてしまってるんで詳細はわからないんですけど、ジョルジュブラッドっぽい。そうですね、ですかね。バックラッシュとかそういった雰囲気も感じるんですけど。確かにそうですね。カフレザーでエクセラで、フガハム。フガハム。かっこいい。かっこいい。文句なしにかっこいいですね。はい。今も確かやられてないんですよね、おそらくこれ。おそらくやられてないですね。ライダースのモチーフで。生地が、これは何だろうな、ちょっとウールっぽいのかな。はい、でも起毛してるわけではないので。そうですね、はい、うんうんうん、季節を選ばず着れそうさ。うおー、これ好きっすね。はい、これシルクだそうです。これめちゃくちゃ素材いいですね。そして、はい、袖口が何気に内側こういう風に短くなってるっていう、アウトドアブランドのジャケットとかにあるようなディテールで、で贅沢な素材をかなりローゲージに編んでて、本当はもうちょっとハイゲージでやるようなデザインですよね。そうですね。そうですよね。でメタルファスナーで、これ贅沢っすね。そうなんですよ。多分今作ろうと思ったらものすごいことになってしまう。へえ。しかもこれ、もしかするとですけど、はい、個人の手編みかもしれないですね。ああ、そうなんですよ。タグは何もないので、でジップのところも手縫いじゃないですか。はい、なのでブランドはここまで手間かけらんないんじゃないかなって思うんですよね。個人の手縫いなので誰か愛する人へのプレゼントだった可能性が、これいいですね。はい、糸自体がなかなかこんな毛糸みたいな太さで光沢って出ないと思うんですけど、すごい上品な糸ですよね。それが月日が経つことによってちょっと毛羽立ってたりとか、はい、ちょっとダメージがあったりとかっていうのが逆に着やすいですよね。そうですね、うん、これかっこいい。これちょっとアルチェさんっぽいですね。ただこれはあのニードルスなんですよ。これニードルスなんですか。ニードルスの、リビルドバイニードルスのおそらく最初期のものですね。へー、こんなんやってたんですね。はい、これで一着ってことですよね。そうです。下にコートがドッキングされてると。あ、なるほど。本当に下半分だけついてる感じです。あー、そういうことですね。パリスツイードですね。はい、手込んでるかな。これがはい、ディアスキンの、レザージャケットですね。これディアなんですね。はい、あ、これ、はい、ね、これ面白いやつなんですよね。はい、ミスキンというこれもヒップホップブランドですね。はいはい、はい、全てハンドペイントで一点一点作られてるものなんですけど、はいはい、まあ、当時の、まあ、JZ とかエミネムとかに代表されるヒップホップスターたちが成功者の証として、まあ、着ていたものに近いですね。成功者なんかするとやっぱちょっと高かったんですよね。一点物なんでものすごい値段が高くて、はい、なのでなかなかこう
買えない、あの若い子は買えないみたいな。まあその方がプレミアっていいですもんね。そうですね。でハンドペイントなのにかなり綺麗に残ってますね。そうですね。割れもほとんどなく。おそらくもったいなくて切れなかったんじゃないですかね。だしハンドペイントだから、はい、これ一発洗ったら結構割れですもんね。そうですね。これでももう置いておきたいやつです。まあでも欲しい方がいたら。そうですね。はい。確かに確かに。一応販売はしています。はい。はい、サッチェルバッグ、これはジョン・ジューンズというですね、あのまあ、ブランドになりまして、まだ取り扱いが、一応今のところ世界でうちだけということになってまして、すべて、ハンドメイドの、受注オンリーで作らせていただいてまして。すごい味のあるレザーですね。デジタブルっぽい、ね、デジタブル担任っぽい感じですね。はい。で、あの狂気の、職人でして、この人も、はい、オール機械を使わず全て手縫いで作っているという。あ、全部手縫いなんだ。はい。じゃあもう一個一個穴開けて縫うんですね。そうですそうです。あのフォークみたいなやつを、はい、やる感じですよね。そうです。サッチェルバッグ、はい、こういったもの、あのイギリスのまあスクールバッグなんですけれども、うん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 、それをちょっと、彼のテイストを入れて作ったものですね。いろいろ試着させてもらっても良いですか？ぜひよろしくお願いします。これが多分ハンドニットですよね。そうですね、手作りの。手作りっぽいかな。あ、めっちゃいいっす、これ。 ありがとうございます。こっちがね、袖口がこうなってるんですよ。外側が長くなってて、まあ、ポケットとかはないんですけど、めっちゃいいですね。すごい、なんでしょうね、上品なのに色気があるっていう、うん、めっちゃいいっすよ。肌当たりが超いいですね。まあ、T シャツできてるんですけど半袖できてるっていう、まあ、まあ、いい今なかなか使えないだろうなっていうレベルの。そうですね。これやばいですね。いい。嬉しい。めっちゃいい。こんな和気あいあいとするチャンネルじゃないですよね。あ、そうか。そう、まあでもいいんですよ。そうかとかじゃない。そのまんまで全然。リアリティを求める。視聴者は見たことないヨッシーさんを見てると思うんですけどね、割と。めちゃめちゃいいこれ。レザーですね。そうですね。いいですね。やっぱりそれは魅力ありますね。もうバキバキですね。はい。これからどんどん体に馴染んでいくとは思います、はい。またジップもそのシルバーとブラックの不規則な感じがいいんですよね。そうですね、これエクセラですよね、確か。リリーだっけ。いや、エクセラだったと思います。エクセラですよね、YKK ですよね、はい。OK、池袋ウエストゲートパーク。そうですね、あの店側が言うのもなんですけど、はい、ヘルベティックさんのブランドイメージ的に大丈夫なんですか？僕結構雑色なんで、これジップ投げ凝ってますね。これこっちだけ長いっていうか2箇所あって、はいはい、で縦に2連で、こっちがね、あのこっちがっていうか短いというか、はい、1箇所バージョンみたいな。すごいですね、ゴリゴリの B ボーイですね。ゴリゴリの B ボーイですね誰ですか？これは僕似合うわどっちかだけだったらやっぱあのいけそうだ。 B ボーイにおいてヘッドギアって大事なんだなと思いました、ね。これニットかぶったら こうすればなんとか。ああ、だいぶだいぶ、あ、もうダメだダメだあのこれヨッシーさんのチャンネルじゃないですよこれ面白い、面白いっていうか、でも本当にここの作りとかはめちゃくちゃ突っ込んだんですけど、はい、すごい手込んでます。手込んでますよね。だし、まあやっぱこう、まあセットアップじゃないってさっきおっしゃってたんですけど、はい、まあやっぱモチーフが同じモチーフ使ってるからやっぱセットアップっぽく見えますもんね。そうですね。おお、すげえ。
なんか吊るしに見てると分かんなかったんですよ、はい、こんなにでかかったんですよ。そうなんですよ。めちゃくちゃでかい。 3XL とかあります。 3XL です。ペペ、はい、ペペジーンズでしたっけ。ペペジーンズです。ペペジーンズ、はい、ペペジーンズとさっきのあのバーシティジャケットみたいな、これ何でバレンティーノだったんですね、はい、そうなんです。バレンティーノ、これ結構ショート丈なんで僕はこれ合ってると思ってるんですけど、まあさっきよりかは、はい、っていうかね、世界初だと思うんですよね、ペペジーンズにグイリー合わせる方って。頭悪いんですよ。バカだからできるみたいな感じで、これ合うぞ。坊ちゃんみたいな。バカの発想ですね。あ、でもこの短さいいっすね。はい。この、なんて言ったらいいんですかね、このスタジャンみたいな、はい、アワードジャケットっていうか、一応形としてはスタジャンに入るんでしょうけど。かっこいい、このコンパクトな感じ。でも似合いますね、やっぱり。いや、服がいいんですよ。来た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 。いや、本当いいな。逆に言えばやっぱ短いのいいっすよね。そうですね。うん、気分というか、なんというか。たくみさんにスタイリングをしてもらいました。恥ずかしいですね、なんかね、改めて言われるとね。どうでしょうか。素晴らしいです。さっきね、あのパンツ、こちらもニコラス・デイリーのパンツですね。中途パンツに、ポーランドのフォロワー数500人ぐらいの謎のサッカーチーム、そしてその上に、ミリタリーディティールなんだけど可愛いボタンの、ヴィンテージのコートですね、着ていただきました。袖口からね、このトラックジャケットが、あの色がアシンメトリーになってるんで、はい、こんな感じで出るっていう。そうなんです、こういうの可愛いの、ね、アシンメトリー大好きなんですよね。アシンメトリーいいですよね。はい、あります。いや、なんか自分でスタイリングするとこういうテイストって出てこないんで、人にやってもらうのって新鮮ですね。いやー、でも嬉しいです。なんかどうですか、似合ってますか。似合ってます。ありがとうございます。はい、もうすごい、あのヨシーさん、ちょっと僕不安ですけど、この動画は前後編とかなりませんか、はい、大丈夫ですか。すごい回してますけど、すげー長いって、すいません本当に時間取らせて。いや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 、でもいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こちら買わせていただきました。まさか本当にお買い物動画になっちゃったじゃないですか。そうですね、お店紹介って聞いてたのに。お店紹介って言ってたんですけど、いや本当に欲しくなったんで。いや、ありがとうございます。やっぱこれいいですよ、この肌当たりがもう最高なんで、すごい。でもよくお似合いっす、これは。ニットって普段僕全然買わないんですけど。確かにイメージないですね。はい、でもなんかそれを貫通する、あんま買わないんだよなっていうのを貫通する良さがあって、なんかね、マジで肌当たりすごいんですよ。やっぱりこれバイヤー冥利に尽きるってこういうことっすね。本当にこれは絵で伝わんないやつなんですよね。そのニットっていうか、この生地厚で、はい、このね、分厚いセーターですよ、言っちゃえば、うん、セーターの感じで直接肌に当たって、もうなんだろうメリノールぐらいの、なんていうんですかね、着心地っていうんですかね、はいはい、チクチク感が一切ないんで、これ裸体に着たっていいやつですよね。本当こういうぐらいのやつだと思ったんで、ありがとうございます。これ行かせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。アイバリーのオーナーの匠さんにインタビューをさせていただきたいと思います。匠さん、よろしくお願いします。改めまして、よろしくお願いします。アイバリーっていうお店のお名前の由来を教えてもらいます。これがですね、言葉自体はもう完全造語で本当に意味はないんですけど。あ、そうだったんですか。はい、僕がその言葉のその口触りとして、はい、アイボリーっていう色が、はいはい、発声として好きで、まさにこういう色ですね。そうです、そうです、はい、口の回り方が好きというか、口触りが好き、口触りがいい、食感がいい、でアイボリーに近い言葉にしたいなと思って、いろいろ調べてたら、一応、はい、まあ、英語でアイっていうのが自分を示して、はいはい、でスペルは違うんですけど、はい、バリーっていうのが変化っていう言葉で、はい、で合わせてアイバリーにして、はい、最初はロゴも L ではなくて R だったんですね、はい、IVA、RII だったんですけど、はい、それを、L にちょっと試しにしたら、はい、
あの東京のビル群みたいな形になってるアルファベットの。なるほど、確かにちょっと縦長の文字が多いというか、東京っぽい雰囲気になったなって思って、はい、じゃあこれを店名にしちゃおうっていうので、深い意味があるというわけではないです。はいはい、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。で、結構キャリアが独特だと思うので。そうですね、何でも話しますよ。あの役者さん、匠さん役者さんやられてる方なんですけど、どっちもなんか、なんだろうね、そのどっちもやってるみたいな時に、はい、例えばですけど、僕だと、まあ、あの美容師もね、やっていて、そうですよね、ファッションデザインをやっているっていう、そのそれって、まあ、ありがちって言ったらあれですけど、まあ、業界近そうな感じっていうんですかね。あ、そうですか。なんとなくある気はするんですけど、役者さんだとなんか洋服屋さんがあんまりこうリンクしない感じっていうのは。確かにそうかもしれないですね。なんとなく、まあ、洋服好きな役者さんとかはいらっしゃるとは思うんですけど、はい、店を開業するまで行くと結構クレイジー結構クレイジーですよね。結構クレイジーだとは。そうですね、僕も1年前まではこんなことになるとは思ってもいなかった、はい、そうですよね。なので、なんか匠さんのそのざっくりキャリアみたいなのを教えていただけますか。はいはい、ざっくりキャリアだけど何でも話すと、はい、僕20代後半までは、はいはい、役者もやってなくて、はい、あの実家のカフェを手伝ってたんです。ずっと。ああ、そうなんですね。でご実家カフェだったんですね。そうなんです。でカフェを、閉店しまして、はい、でどうしようかなって思った時に、見に行った演劇が、はい、たまたまものすごく面白かったので、はい、自分もやってみようかなと思って役者になりました。あ、そうなんですね。27歳の頃ですね。へえ、はい、そこから劇団や、はい、まあ、舞台を中心とした俳優活動を経て40歳のちょうど節目の時に、はい、某渋谷人狼の、あ、はい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 、マフィア的なオーナーが経営する MOD ストアという、はいはいはい、お店に、はい、スカウトされまして、はい、それでアパレルの世界に入ったっていう。なるほど。はい、でそこから2年、経ちまして今自分のお店を持つに至りました。オープンが12月の17日だったんですけど、はい、2週間前に普通に舞台出てました。あ、そうだったんだ。はい、あのこのお店が11月下旬に物件が決まり、はいはいはい、物件決まってからオープン超早いですよね。3週間です。すごいですね。はい、あのそれもやっぱりあの役者の心よい後輩たちが、はい、睡眠時間を削りまるで文化祭のように、はいはいはい、深夜まで、ね、こうやっていただいて。文化祭の準備って上がるんですよね。そうですよ。なかなかこうみんながいる環境で窓の外が暗いなんてないじゃないですか。そうなんですよ。学生の時にやっぱちょっと暗くなってくるだけでテンション上がっちゃいますね。コンビニ行ってくるけどみたいな間近のセブンイレブンに行くちょっとね幅も広くなりつつ軽やかにやってましたね。はいはい、で、共演者のみんなから出てる場合って言われながら、まあまあまあそう、はい、まあ、そうですよね。そうですね。で、まあ、出演し終わりまた1週間の時間を経てこの店がオープンとなってましたね。はい、MOB に入る前までも、はい、お会いしたことあったじゃないですか。ありましたね。で、それは言っていいんですね。まあ、もう全然全然全然。あ、そうですね。何言っちゃダメってないんですから。お会いしてましたし、はい、そうで、なんなら買い物をお互い、はい、買い物先でばったりも。そうそうそう、あれみたいな。そう。っていう、なんか、あ、ご挨拶みたいな感じでしたよね。そうですよね。うん、確かに。やっぱその、MD入る前までも、その、まあ、その後に、ね、毎日2年ぐらいでご自身の店オープンされる前までもずっと洋服好きだったわけじゃないですか。そうですね。ファッションに興味を持つきっかけみたいなのはどれ何歳ぐらいかなだったんですか。ずっと憧れはあって、中高男子校だったんですよ。なるほど。で、男子校でまあずっと紺のブレザーの上下を強制的にまあ6年間着てたんですけれども、はい、やっぱり人はこう制約されると破りたくなるじゃないですか。あ、もちろんです。
で、まあ、池袋周辺の中高だったんです、はい、シティーボーイですね住んでるのは埼玉なんですけどありがちな埼玉の人間は池袋で遊ぶ、はい、池袋ででその中高のところで、はい、やっぱりみんなだんだんとこうファッションにその同級生も全体的に、はい、ちょうどそのファッションとかその音楽って密接にリンクしてるんですけど、はい、そうですよね一番音楽が僕の中で面白くなった時代で、はいはいまあ、メロコアというものがあったので、はい、ヒップホップが流行り、はい、キングギドラさんキングギドラで、ユズとかも出てきて、はいはいでね、もちろんビジュアル系バンドも当時全盛期で、はい、ラルクアンシエル、ルナシーとか出てたので、はいはいはい、そういったいろんな音楽の、ファッションっていうのがまさに生まれて育ってきた時期でいやもう分かります、はいはいで僕が選択したのは B-boy だったんですけど。なるほどね。はい、なんか今の感じからはかなりそうです、ね、まあパンツはでかいですけど、はい、その僕の中ではたくみさんって結構ドレスシューズとか履いてたり、テイラード好きなイメージがそうですね。あるんで、その B-boy がフックになるカルチャーだったっていうのはなんとなくイメージがなかったんですけど。池袋っていうその土地柄もあったんですよね。やっぱり IWGP っていうのはあったんですね。IWGP はかなりまんまあったんですよ僕やっぱ地方出身者でその高校生の時にちょうど見てたんで、その岩手県なんですけど、まあ、かなり東京まで距離がありますから、はいはい、当時インターネットもさほど普及してなかったので、雑誌とかテレビの情報しか書いてもらって、僕はドラマを見て、はい、あ、池袋っていうのはもうほとんど北斗の拳みたいな世界線なんだなっていう修羅の国なんだっていうふうにはちょっとインプットがかなり今とは全然違いましたね。そうですね、はい、今はまあね、その、まあ、便利な街、そうですね、っていうかね、そう不良グループというわけでもなかったんですけど、そこが良いグループでもなく僕のところが、はい、そのだから、サンシャイン60のファミレスを出禁になったりとか、はいはい、いろいろ深夜遊んでたら、自警団のガーディアンエンジェルスってことで、ああはい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 、追いかけ回されたりとか、はいはい、そういう青春を送ってはいたんですよ。はい、いましたね、ガーディアンエンジェルス。はい、その制服を着て公園を夜な夜な回るという時系の真っ黒な人たちですね。そうですそうです、ああいましたね。ブラックエンジェルスのモデルになってるとは思うんですけど、うん、まさにそうですね、そうですね、うん、っていう青春もやっぱりあったので、そこの中でやっぱり池袋って B-boy ファッションがいっぱいあったというか、むしろそればっかりだったんですよ。あ、なるほど、はい、西口も東口もそういった服屋がメインで、はい、なので自然とやっぱり池袋で服を買っていくとそうなっていったっていうのも、なるほど、はい、そもそも B-boy ファッションが下火になってきたのもありますし、はい、ロイヤルフラッシュとか B セカンドとか使われたからとか、それも鬼そうですいわゆるいわゆる、まあそうね、ちょっと言っていいかあれですけど、まあ、そこを経た上で、はい、古着にだんだんと30過ぎてからのめり込むようになって、あ、そうですね、なるほどなるほど、はい、そういう感じだったんですね。ひょっとしたら僕の世代は割といたのかもしれないですね。B-boy、はい、すごい流行ってたので。めちゃくちゃ流行ってましたよね。はい、みんなカールカナインとか、はい、フーブーとか、はい、ちょっともうちょいコアになるとトライバル。トライバルありましたね。ありましたよね。はい、とか、トリプルファイブソウル。トリプルファイブソウル。トリプルファイブソウル、今でも全然なんかかっこよく入れそうな気もしますけどね。結構テック寄りのものありますよね。はい、あります。ちょっと、なんだろうな。シルバータグの変わったジャケットに近いものとか、はいはい、当時の ACG に近いものとかありましたよね。はい、ありましたね。お店オープンされた場所が新大田、はい、新大田のエリアです。僕、たくみさんのお店がオープンするということで、以前、去年の本当オープン日に来させてもらったんですけど、その時に、はい、初めてその新大田に来たんですけど、めちゃめちゃいいっす。ちょっとどう思いました？いや、すごく、まずは隣のバサノバさんが美味しかった。ああ、そうそう、目立つっていう。そう、マオレンジで、そう、このアイバリーさんの隣にバサノバっていうラーメン、ラーメン屋さんでいいですよね。ラーメン屋さんですよ。グリーンカレーそばって言ってますけど、うん、そのなんていうの、創作ラーメン屋さんみたいな、はい、グリーンカレーそばあるんですけど、
結構飛び道具的なものだなと思って行ったらすごい美味しかったんですよ。あ、よかった。それも良かったですし、あと匠さんに以前教えてもらった、はい、もうちょっとこっち側に行ったところに、はい、アウト・オブ・ミュージアムさんっていうところがあって、まあディープですよね。週末しかやらない雑貨屋でいいんですかね、あれは。そうですよね、雑貨屋さんで本当に世界からも注目されているような。そう、ヨーロッパからわざわざ買いに来る方もいらっしゃるって聞いたかもしれない。っていうコアなお店がやっぱしあるんで、はい、この、まあ、あと下北の隣ですよね。なんか新しい出口からだともう歩いて8分ぐらいで来れるので。そうですよね。そうなんですよ。だからなんか場所もすごくいいし、うん、なんか晴れてる日がすごい気持ちいい場所なんで、そうですね、新大田の、ね、場所もなんかなんて言うんでしょうね。こっからまたなんか行きそうな感じはしますけど、あとは豆ですよね。豆ですね、はい、もう逆に言うと豆しかなかったところにやいばりに入ってきたという感じがあるので、はいはいはい、そう仲良くしていきたいなと思うんですけれども、はい、でもヨッシーさんの一つ言いたいことがあって、そのオープン日に来たじゃないですか。来ました。で、あの素敵なお花をくれたじゃないですか、はい、あの名前、はいはい、日本で一番有名な3文字のカタカナの司会者の名前にしたじゃないですか。しましたね。もう言っちゃいます、タモリってしたじゃないですか。、ねはい、タモリは、はい、タモリって送んないし、タモリって発表して送るし。で、何が言いたいかって、あれ、はい、この神奈川沿いを歩いてる、はい、あのおじいさんおばあさん、真に受けてるんですよ、何人か。いや、僕、それが狙いだったんですよ。狙いなんですよね。狙いだったんですよ、やっぱり、その、まあお花がね、オープン日だと、はい、まあ、置いてもらったりとかするじゃないですか、はいはい、で、それがあのさらっとみんな見ると思うんですよ。そうですね。で、とにかく文字数が少なくて分かりやすい人であることが僕は大事だと思ったんです。そうですね、はい、うん、その理屈は分かる、うん、うん、だから、うん、あの人からお花来てるんだってちょっと面白いかなと思って。軽犯罪だと思った。偽証罪とかなんかね、取れ、まあ、ないけど、俺は訴えないですけど、何かの、まあ語っちゃいけない気がするんですよね。わかんないですけど、いいんですけど。いやいや、まあまあ、僕のあだ名が実はそうかもしれないじゃないですか。あの本名で。すごい、あの、サングラスかけてくれた。まあ、一つだけ言えんなら、ヨッシーだって5文字だから、やっぱり見えますよ。そうですね。ええ、やっぱでも、知名度が必要かなと思って。だから、この世田谷のおじいちゃん、おばあちゃんの何人かは、はいはい、あの、本当にこのバス停でざわざわしてるのが聞こえたんですけど、はいはい、僕をあの人の隠し子なんじゃないかって思ってる人だって。そうですよ。なんかおじいさんが、いや、タモリだったらあんなにもっとなんかそのちゃんとした名前でやるだろうって、いや、なんか事情があって送れないんじゃないのみたいな話をしてて、でかすぎると目立つんじゃないの、花が、ね、あ、なんかじゃあちょっと事情があるのかとかいうので、なんかどうやら僕がタモリの何かしらの親族で、はい、ワンチャン隠し子みたいなのを、はいはいはい、迷惑って違うから、ざわつかせてるって、世田谷の一角をざわつかせてますよ、あの花は。いや、そうですよね、ちょっと面白いかなと思って。面白かったです。ちょっと悪ふざけ、出落ち感がすごいんですけど。ただその、わざわざ宅配させたんですよ。そうそうそう、匠さんからすると出落ち感がすごいじゃないですか、はい、まあ何回も見て面白いもんじゃないんです。そうだけど、歩いてく人って、はい、もうなんならもう、あの初めて見る人が結構多いと思うんですよ。いや、効果抜群でしたよ。なかったところで、やっぱインパクトが大事っていう。ちょっと心配になるぐらい立ち止まりました。タモリこけないっていうぐらいの大丈夫みたいな、っていう感じで。いや、でもありがとう、ありがとうございました。コンセプトじゃないですけど、どういう基準でこうアイテム選びをされてるんですか。そうですね、何でしょう、僕その渋谷や三軒茶屋 の、 そのお店に販売員として立っていた時に、すごくショッキングだったのが、はい、結構お客様の中で、うん、これって間違ってますかとか、この合わせって間違ってますかとか、これって何を着たら正解ですかっていうふうに聞いてくる、はい、特に若い方が多かったんですよ、はい、ですごくそれが僕の中ではある意味カルチャーショックで、はい、あ、それはあの別に何を着てもいいし、あの自分が楽しむあのファッションって僕の中では大きな娯楽なので、うん、あの楽しく着れば何でもいいと思うし、うん、
それを考えるのが一番楽しいところなんだけどなっていうところがあったんですよ、うん、同感です。でそれを人に委ねるっていうことはちょっと危険なことだし、あまり僕の中では楽しいことを自分からスポイルしてるよっていうふうに思って、うん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 、なので自分が販売員の間も何でも着たいいものを着たらいいし、それを提案してくれたもんでこっちは楽しい助言はできるけども制約はできないし拘束もできないよっていうことを、そういうメンタルがずっとモヤモヤしたものがあって、はい、自分がお店を持ったらお客さんに対してそういったこととかをどんどんお客さんと一緒に考えていきたい、あ、はい、楽しいことっていう、はい、いつの間にかファッションって人に認められないとマイナスみたいな、これって勝ち負けでなんかいつの間にか、モテ服じゃないですけど、そう、いいね数とか、はい、そういうのが基準になってるのがちょっと気になっていて、なので、うちのコンセプトとしてはそのお客さんが楽しく気持ちよく、そして縛られることのない何と何を合わせちゃダメとかそういったことから解放されるようなコンセプトのお店にしたいと思って、さまざまなジャンルのものを、幅広く集めてます。スポーツものあり、ブランドものあり、そうですね、テックファッションもあるし、かといって、ユーロものとかアメリカもの日本ものとかには縛られないような体験集めをしています。そうですね、はい、なんかこうアメリカとかヨーロッパとかっていうその場所に限らず、あとはもうブランドも限らずですよね。あともう生産した人もわからないみたいなのも、はい、これもそうですし、無名の、そうですね、はい、おそらくでも僕的にはハンドニットだろうと思ってるものなんですけど、誰かの作ったものっていう、そうですよね。このアイバリーのお店のそのコンセプトというか、インスタグラムなどにも載せてるんですけど、いつかの誰かのための服っていう、はい、でいつかのってどっちにも過去にも未来にもかかる言葉じゃないですか。そうですね、かつてあったこともいつかって言いますし、はい、いつか約束することもいつかっていうじゃないですか、はい、なのでいつか、かつて誰かに作られたものや誰かのために存在していた服が、今後未来の誰かのために存在する服になるっていうのが、お店の一番のコンセプトですね。めちゃくちゃ綺麗な締め方してくれるじゃないですか悪い気しねえ悪い気しねえ持たないですね。なんか北島の新しいシャルトみたいですよね。悪い気しねえ悪い気しねえだと多分キーは取ってないですよ。キーは取ってないですどうぐらいで一応ベスト3入ったから、あ、悪い気しねえ日本の新記録は超えてるこんな感じで大丈夫ですか？もちろん大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日はですね、アイバリーのオーナーの、たくみさんにインタビューをさせていただきました。このアイバリーはですね、概要欄にインスタのリンクなどなど載せておきますので、そちら見ていただいて、新海田の駅からもすごいほど近く、歩いて1分ぐらい。そうですね。そうですねって言ってますけど、僕駅から来たことがないんで、ちょっと、はい、多分ちょっと肩の強い人なら届きますボールがねあと下北 の、 新しい出口っていうか、そっちからだともう10分もかからず来れる場所なので、はい、リンクのつけておきますので、ぜひ、チェックしてみてください。あといろんな服が本当にカオスなそのセレクトというか、はい、ジャンルなどなど問わず置いてありますので、着方迷ったら、たくみさんがですね、スタイリングを提案してくれると、はい、やりますよ思いますんで、全然怖くない全然怖くない。でもあれですよね、はい、ちょっとすみません、だから締めようと思って若干長くなっちゃったんですけど、MOD にいらっしゃる時に、その着てる洋服のテイストが柔らかくなったというか、多分話しかけやすいですよ。そうですね、ちょっとでも意識はしてますけど、でもごめんなさい、日によりますゴリゴリの時もあるんですけど、でも中身変わんないので、はい、この動画をね、通じて知ってもらえたら、はい、うん、所詮この程度だよっていうことが、いやいやすごいなんか話しかけやすそうな雰囲気に匠さんがなられたなっていうのを感じたんで、はい、ぜひ皆さん、来てみてください。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
ろしくお願いします。どうも、たくみさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。